はい、本日ね、私監督の誕生日でございます。ありがとうございます。35歳にならせていただきました。というわけでですね、今現在なんですけども、すでに12時21分です。もう今日はぐっすり寝ましたね。ここからがですね、また戦いなんですよね。昨日ね、完成できなかったドトールカフェの編集をですね、これからサクッとやっていきたいと思います。ある程度形になんなかったら、ちょっと朝ごはんは食べれませんというですね、ミッションを送っていただきたいと思います。というわけで、ナビさん、ナビ、待て、落としな。あー、えらい、頑張って、あれ、ちょっと、じゃあね、行こう。おかわり。おー、えらいです。ドトールの動画編集終わりました。今ですね、あと2分15秒で駆け足が終わります。で、現在がですね、3時18分でございます。いや、かかったよ。最新のパソコンでもね、編集のこだわりをね、なかなかなくせず、まだ朝ごはん食べてません。今はですね、みかんをですねみかんってなんかくっついたら腐りやすくなるので、バラバラにして置いてるんですけども、置き場所がないので、テレビの周りにずらっとね載せてるんですけども、朝から、5個くらい食べたかな。アップロードしている間に昼ご飯、てかもう3時だから、もう朝昼兼用、福袋動画1日でも早く出せるように頑張ります。ラーメンではなく丼物。はい、帰ってきました。ちょっとですね、昨日購入したドトールのコーヒーを飲んでおります。そして無印で買ってきたチーズケーキ、ナビがめっちゃ近くにいます。カメラを持ちながら開けるのは相当ハードルが高いのでございます。匂いがすごい。はい、こちら、最高です。できる限り編集を進めていきたいと思います。現在ですね、18時13分です。他の YouTuber さんのですね、福袋動画を見ていましたらですね、なんとですね、羅針盤の福袋がもう発売されてるというわけで、行っていきたいと思います。札幌の羅針盤がですね、19時で閉まる予定でございまして、半額のですね、クーポン券もついてるので、もうこれ絶対にね、買いたいというわけで、ちょっと予定外ですが行ってきます。19時53分、もう帽子かぶるとね、髪の毛が変になるんだよ。なんとかですね、買うことができました。3000円分ですね。あとですね、シャーマンキングのアンナの旧ポスケットを買いました。この後なんですけども、福袋動画も山々なんですけども、依頼されていた MV の編集を少しでも進めて、年内には完成させなければならないので。誕生日というわけで、ここにセッティングしてあるココイチのカレー鍋、食いながらこのワンピースシーズン1の61話なので、イーストブルー編ラスト見ていきたいと思います。おお、いいね。うわ、いいね。誰にも見てない。ユージワンピースを見始めたところでですね、いい感じでできてきたので、厚みのある人参キャベツの芯の部分を入れていきたいと思います。君はダメですよ、ナビ。おお、これを先に入れてから、キャベツ、しめじ、もやし、そして豚バラ、こちらをですね、順番にこちらに投下していきたいと思います。こちら、サーモンとイカの海明太子サラダ、いただきたいと思います。美味しそうでございます。サーモン、イカ、おいしい。人参ですね。やわくなってます。こちら、続いてですね、肉なんですけども、ドカッと入れちゃいます。おお、いいね。キャベツ、こんな感じで、そして、はい、待ちましょう。はい、煮立ってきました。いや、おいしそう。うまっ。しめじ、おお、熱っ。これはうまい、最高でしょ。これは
はい、こちらチーズです。26日ちょっと過ぎてるんですよ。というわけでドーンとチーズを入れました。とろけるぜ。うわー、絶対これやばいね。はいはい、ワンピース60時は終わりました。いやー、よかったですね。グランドライン入りました。これからどういうエピソードが待ってるんでしょうか。楽しみでございます。2本目のアニメ、今日にふさわしいアニメ見ていきたいと思います。こちらでございます。バイオレットエヴァーガーデン、こちらの第1話から見ております。そしてこの10話、はい、めちゃめちゃ泣けるという話、果たして本当なんでしょうか。実際に体験してみたいと思います。いや、久しぶりだからな。多分2週間くらい経ったのかな。うん、もう投げてくるなこれ。うん、お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス。やっぱりお人形。バイオレットエヴァーガーデンです。バイオレットエヴァーガーデン、今ですね7分32まで見ておりますが、今のところまあちょっとうるうるはきますが、これは意外と耐えれるのではないでしょうか。というわけでですね、誕生日というわけでですね、こじんまりとしておりますが、山崎のいちごのショートケーキを買ってきましたので、誕生日がですね27日なんですけども、26だったら25のね割引があるケーキが売ってるんですけども、27だと売ってないんだよね。というわけで普通のセーキの値段で買いましたね。剥がします。あ、やべ、ダメダメだ、やめろやめろ、ダメ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 、うわっ、ちょっとダメ。はい、というわけでですね、こちらのケーキいただかせていただきたいと思うんですけども、フォークなんでですね、去年ぶりに使いました。いただきます。おっおっと、ちょっと待って、いくぜ。と、いい甘さです。ガンガンいきますよ。最高っすね。まあ、豪快にいきますよ。うまいっす。残り見ていきたいと思います。いや、でも子供目線で来てるからな、これはな。どう展開してるの。届けたい思いがあるのです。届かなくていい手紙なんてないのですよ。愛してる。おー、なるほどですね。ちょっとね、ちょっと過剰にね、構えすぎたかもしれないんで、ちょっとあまり投げてないんですけども。12月27日、監督、35歳、23時18分となっております。まだ、やることありますよ。はい、というわけで、ちょっとここはですね、高画質で撮らせていただきたいと思います。自分で誕生日を買いました。でやねー。おそらく1体の金額で一番高いフィギュアをですね、メルカリで購入しました。価格がなんと、はい、こちら、14,800 円となっております。このフィギュアは欲しかった、本当に。というわけで、早速中を開けていきたいと思います。まあ、この開封の儀のために約1週間ちょい前からですね、来たんですけども、早く開けたくて開けたくてたまらなかったんですよ。これがめちゃくちゃ欲しかったんですね。はい、こちら紙がたくさんあります。ではですね、はい。おぉ、てんてんてん。